はい、こんばんは。どうぞよろしくお願いします。そして、確おめでとうございます。ますえ、まずですね、立憲民主党ですけども、はい、大きく議席を増やしそうですけども。その要因は何だと思っていらっしゃいますか。あの、まず一つはですね、投票率は。 そうさほど上がっていないんじゃないかという今、印象を受けてまして、その意味では自民党に対する拒否感が、一つのまあ結果として出ているので、これはまだ完全にこの立憲民主党に対して、全面的な信任をいただいたというところまでは私は言っていないと思いますので、これ、今後の国会はですね気を引き締めて、われわれとして対応していく必要があると考えています。最終の議席が確定していないので、今、何か決まっているというものはもちろんなくてですね。 党の執行部は今野、野田元代表のもとで今、執行部ありますから基本的にはそこで決めていくということになるわけですけれどもまず一つはです、ね、あの今回の選挙の結果を受けて自民党がこれだけ減らしているという状況からすれば、うん、立憲民主党に限らず各野党がです、ね、基本的には自民党に手を貸すというスタンスにはならないだろうということが一つ。あと実ははヨーロッパで,はです、ね あの連立交渉だけで数か月間行っているんですねですから、日本ではどうしてもそれは混乱とか停滞というふうに思われがちなんですけれどもやはりこの民主主義の結果で連立の協議をするということに対しては一定の時間をかけてもよいというのはむしろ民主主義の先進国であるヨーロッパの方ではではそれは当たり前に行われていることであるのでまあそういったことであの拙速に結果が出ていくのか。 それとも連日交渉が今後どういうふうに進むのかまだ分かりませんけれども、うん、まずやっぱり立憲民主党としてはです、ね、訴えてきた教育の無償化だとか特に給食費の無償化とかですねそして防衛増税をしないとかやっぱりあの野党みんなで合意できることっていうのはいくつもありますから、うん、そういう政策を前面に出して訴えてていいきたいなと思ってます、まあ、立憲民主党が自民党と市販指名で協力するってことはないでしょうね。 はい、あの基本的にやっぱり我々は今の自民党の構造を変えなきゃいけない、まあ、この自民党の政治では同じことを繰り返したと思っていますから立憲民主党はその意味では。 政治を大きく変えていくということをやっていきたい。ただこれ、やっぱりですね、議席の差がどれぐらいになるかだとか。われわれがどれほどの、比較第一党になれるのか、なれないのかっていうところも含めての。大きな、やっぱり動き、なるもんですから。まだ、現時点では確定的なことは言えないですね。ずっ一点確認させていただきますが、泉さんとしては、例えば立民と。自民との大連立のような形には組みしないということでよろしいですね。 これはですね、あの政党に所属している我々一人一人が組みするとか組みしないなんてことはありえないわけですよ、はい、党の中で決定されたことはやっぱり党としてやっていくわけですからそれからもう1点はその日本の、確かに連立交渉っていうのは本当は長くあるべきだって泉さんがおっしゃるのはそのとおりなんですが、うん、日本の場合は30日以内に特別会を開かなきゃいけないという,ふうに決まってますから、そのときに、まあ、当然、野田さんを主犯に立てるわけですけども。 立民だけでこれ、過半数を取れるということは、どうもどこの予測を見てもありません、そうなると、どこかと組まないと政権を取りにいけないわけですが、そのへんはどういうふうにやっていくわけですか、増やすわけですかまあこれ、改めてですが、私はまあ前代表なので、私自身がやっていくとなると、これはおかしな話になりますけれども、基本的には、あじみ民政権を作るということで、これが。 はよく言われるように国民民主党が一番近いという立場ではあって、ですね、はいはい、それ以外にどういうこの勢力が集合されると、過半数を確保できるのか、無、うんうん、所属の方もおられますからね、はい、そういう方も含めていろいろと考えていくことになります、ね、自民党もぎ取ってことはないんですか、自民党の議員をもぎ取ってや、分裂させてとか、こね、そこまではでやっぱりあ,のありえなくはないというか、今回の結果を受けて、自民党の側が例えば化学変化が起きてですね。 裏金議員であれば、ちょっとわれわれ受け入れがたいですが、そうじゃない議員で自民党では改革ができないと、あるいは公明党の皆さんも自民党の政権とはもう一緒にやれないということであれば、そういった化学変化っていうのは、かなり大きな影響を与えるでしょうね。じゃあ、その自民党と対峙するということを考えたうえで、立憲民主党がまあ他の政党と手を組むということはいろんな可能性が考えられるということですか。 そうですね、あの基本的にはこれまでも我々として説明してきたようにあの共産党さんは非常に高い調査能力だとかえそして、まあ、訴えてきたこともあられると思いますが我々、立憲民主党としては政権を一緒にすることはないということは言ってきていますので一部、そういった意味で一緒に政権を取るというところの政党ではないところもありますけれども、まあ、それ以外の政党についてはさまざまな協議の可能性というのはやっぱりあろうかと思います。 ただ、この方程式はものすごく難しいですよね、いろんなこう足し算だけども、すごく難しい足し算だし、自民党が割れるなんていうのは、また別の足し算になるから、まさに連立方程式ですごく複雑なんだけども、何としてもこう自民党、非自民政権を作るっていう自信と計算というのは終わりだと考えていいですかこれは、すね、我々だけが自信を持っていても仕方がないところがあって。<laughs> 例えば、維新さんや国民さんとは私も代表時代によく協議をしたんですね、例えばあのかつての細川政権の時の、うんはい、お7党1会派ですか、はい、その時のことについて、これを成功例と捉える評論家さんもおられるんですけど、馬場、うんはい、代表や玉木代表はです、ね、あれは失敗だったとっいう総括をしているわけですよね。その意味ではは、ね、単純にに数があって連立を組め組,、ね、立を組めるから組むとということには、はい 私はそう簡単にはならないんじゃないかと思っていますので、うん、今あのおっしゃられたようにです、ね、相当難しいやり取りの中で政策合意に至るかどうかというところになっていくと思いますでもそれはあの自民党も同様で,です、ね、維新さんや国民さんがここまではあ連立なんていうのは簡単にできないと言っている中で,です、ね、自民党と組むという選択肢もこれまたなかなか難しいと思いますから、まあ、その意味での、まあ、最終的に維新さんや国民さんがどういう着手の仕方をするのかというところは我々もできる限り 政策的に一致するその防衛増税をゼロにするとか、えー、そしてこの教育の無償化を進めるだとか、まあ、そういった共通の政策がありますからこれを実現するんだというところはです、ねえー、完全な連立政権じゃなくてももしかするとーパーシャル連合的なものというのはあり得るかもしれませんね。